皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、7月の19日、10時1分、高校球児の方たちへ、私の動画、18歳以上の人から閲覧できるという設定にしてます。まあ、これは著作権云々の部分であって、収入が得れるようになる条件とかいろいろあるんですけども、私も、だいぶお金を使って、その、撮影とか、ホームページを作ってますので、収入がなければ、まだ収入一銭も発生してないんですけども、そういう部分があって、著作権のことで、18歳以上が閲覧できるようになってるだけで、内容的に、何の問題もない内容ですので、むしろ、若いうちから覚えておいた方が、良いというような内容が多いですので、特に、今年、甲子園を目指される方、それと、甲子園出られてから、やっぱりカメラに映るわけですから、本日のホームページ淡井圭介の履歴の1番からアクセスしていただいたら、今日の日付のところに、昨日も見れるようにしておいたんですけど、アクセスできるようにしておいたんですけども、さよなら勝ちの、ベスト10だとか、記憶に残るでしたっけ、ベスト5、異様な雰囲気というような、名称もついてるんですけども、その異様な雰囲気の方をまず説明させていただきますね。未来から私の心の声聞いていらっしゃいます。選手の皆さん。で、最初の、ような雰囲気の一番最初の方は、もうこういう時は気合いだということで、それ昔も多分心の声で送ったりか、僕がテレビ見てる時にそう考えていたか、のどちらか、テレビに関してもニュースで放送される頃って、もう時間軸超えてるんですよ。で、バッターの方も、信じるっていう方向性で、動かれていて、もうこういう点差がついたとき、絶対諦めちゃダメだっていう、その内容を考えたときに、もう気合で乗り切るみたいな形で、本人も受け答えしてるんですよ。で、だけども、最後、高めのボール球、釣り球に、手を出してしまってると。で、かたやその後の試合に関してなんですけども、これ、僕もね、僕の方も、敬語を使って、基本的に、発さなければならない。そうじゃない時もあるので、なかなか難しいところあるんですけども、どこからどこまで敬語なのかという部分で、もうこれは裁判所の裁判官が法廷ではっきり言ってるんですよ。裁判所の法廷っていうのは、そこで嘘を言ったら、10万円の過料か、即逮捕なんです。もう本当にものすごい厳しい世界なんですけども、裁判官がもうご自分からおっしゃってるんですけども、私たちも、そのきちっとした喋り方っていうものは、ずっとするのは多分無理だと思ってるんですって。もうこれも全裁判官一致の答えなんですよ。人間どうしても感情があるものですから、ちゃんと敬語を使って喋ろうとしてましても、ところどころをよく見てみると、文章化して、文字化してみると、これは敬語じゃないないのかと。今も私も言ったじゃないですか。説明の部分でどうしてもそういう言葉が入るんですよ。だからその辺のところ、コンピューターがどういう判断をしてるのか、云々とかもあるんですけど、ただし、人間が、落ち着いてる時って敬語話してる時なんですよ。自分の心が、私も心が落ち着いてますし、聞いてる選手の人たちも心が落ち着いてます。で、昔もこれ僕は言っていたからそうなっていた部分もあるかもしれないんですけども、その次の異様な雰囲気の試合で東邦さんの試合があるんですけども、点差は5点ぐらい取らなかったら逆転できない場面だったと思います。4点差ぐらいつけられてたんじゃなかったでしょうか。で、逆転の報徳の話があると。報じる徳と書いて、報徳学園じゃないですか。報道関係のこととかもそうですけども、報道関係も僕からの提案で世界中の政府上層部の人たちが動いていて、さまざまな外交で結果を残してきたと。こういう方も事実としてあると。未来
の時間軸とその影響を受ける話を全て、プラスしていくと、とあとまあもともとその逆転の法則っていう話、あとまあうん、まあ昔からまあ兵庫県の中でもあのかなりの名門校です、あの報徳学園といえば、まあ1人を争うぐらい、兵庫県の中でまあ強豪校なんですけども、まあもちろんもう甲子園を目指すっていう人たちが集まってくる学校ですから、やっぱりあのピッチャーに関しても何人もいて、いろんな変化球を投げれる人たちがいて、自分たちのチーム内で、練習ができると、そういうボールに対応できるようになっていくと、まあそういう環境下の人たちなんですけども、あの東邦さんはその当時、昔育英高校の、現在西武ライオンズだったかどこのチームに移籍されたかちょっともうわからないんですけど、栗山選手っていう人がその当時いたんですね、育英高校に。その頃の育英高校は兵庫県の高校なんですけども、強打の、打線がまあ売りだったと言いましょうか。その中で2年生ながら中軸を打たれてたんですよ。で僕は見てる限り、バットコントロールが非常に良くて、ああこの選手はプロ行っても通用するかもしれないなと、ああもうドラフトで取るべきだということを、まあ、その当時、大阪ヒルトンホテルで勤務してたんですけども、1999年の頃ですね、東邦さんの方は東邦さんの方で、140キロ台のストレートと、鋭く落ちるフォークボールのピッチャー、岡本投手という名前の方だったと思うんですけど、ピッチャーの方で。で、あともう一人は、まあ、もう一人良いピッチャーの人がいたんですね。で、その東邦さんと育英高校がまあ名勝負を繰り広げたんですけども、まあその話等もあって、まあ東邦さんをちょっとこう、まあ感情的にも、こうまだ諦めてない人たちってやっぱり応援したくなるじゃないですか、点数が開いても。お、すごいなと。もうここまでイニングが進んできて、これだけの点数差があっても、全然負ける気がないと。もうすごいなと。応援したくなるじゃないですか。やっぱり未来の時間軸からだったとしても、まあ、テレビのニュースだったとしても、逆転の法則の話がありますだとか。今までそういう例いっぱいあるんですよ。まあそちらの方は、さよなら勝ち、そのベスト10の方見てもらったら分かると思うんですけど、まあ逆転勝ちだったかもしれません。ちょっと名称、また、僕のホームページで見てもらったら、まあ、アクセスできるようにしてますので、それ見てもらったら分かると思うんですけども、最後の最後まで、ね、諦めない姿勢って、やっぱりすごく重要なんですよ。人生にとっても。まあ、いきなり、ショックなことを教えられるかもしれませんけども、現実的に、一月年金15万円の支給までたどり着ける人って男性で 50% で女性で 30% ぐらいしかいないんですよ。これが世の中の現実で、だからそれまでに所得税の控除で家のローンとかを返済していかなければならないのであって、本当に若いうちに結婚して住むとこ決めて家購入して、で、ローンの返済に動かなかったら、もうあとはもうどうしようもなくなってくるんですよ。土地とかを借りてしまった場合は、基本的に土地を借りた場合は、賃貸の方が長年で見ると向こうも稼がなきゃならないから、お金結構持っていかれるんですよ。公営住宅入ったら入ったで、ここみたいなところなんですけども、収入が多かったら多かったで家賃上がるんですよ。だから若いうちから、まあこれは聞いておいてね、全員得な話なんで、しっかりと聞いておいてもらったらいいと思うんですけども、社会出てから、役に立つ話ですよね。まあ、今、まあ、もう一度野球の話に、甲子園の話に戻しますけども、まあ、やっぱり最後の最後まで諦めなかった場合、何かが起きてるケースって、甲子園って非常に多いんですよ。プロよりも多いんですよ。やっぱりトーナメント戦で、そこで負けたらもう、
自分の野球生活はもうここで終わりだっていう人たちが大半なわけじゃないですか。プロ行ける人って本当にごくわずかな、ほんの一握りの人たちだけですから。だからその夏にこの試合にかけてるんだっていう人たちもいっぱいいらっしゃって、でそこにはまだみんなと、野球をするんだっていう、次の試合まで進むんだっていう、この一戦一戦をっていうところでね、まあ東邦の方たちもずっと受け答えしてるんですよ。で、まあもう正直もうこれ僕も正々堂々と生きていきたいですから、まあ、相手チームの方には悪いんですけども、もうちゃんと状況も伝えてます。もうボール見たら分かると、相手ピッチャーが出てますよと。それはもうカウント整ったらとかいろいろあるわけじゃないですか。で、まあ、まあ何回も同じような動画を見てるから、いつ見た動画が最優先で、効力発揮してるのか、分からない部分とかもあるんですけども、まあ、現場の人もどういうふうにその未来からの時間軸の淡井圭介の声を受け止めるかによって、現場の審判さんだとか、現場で、試合されている選手の方たちだとか、まあそういうふうなところで、影響もあるんですよ。相互性がありまして。で、まあ、得点差が開いてましたから、基本的にランナー食べなきゃならない場面でもありましたから、盗塁は僕はあんまり考えてなかったんですけども、まあ、むしろ、ランナーを食べなきゃならない部分、まあ、この間見た時です。つい最近です。2日ほど前だったと思うんですけども、積極的に盗塁仕掛けて、盗塁成功させるんですよ。だからそれはまあダブルプレーを避けるためだったのか何だったのか、まあ最終回ではなかったので、少しでも得点を返しておこうという考え方だったのか。まあ、とにもかくにも、そのイニングで、同点もしくは逆転に成功しました、東邦の皆さん。まあ、それは昔、兵庫県の育英高校と、名勝負を繰り広げたのであって、まあ、そこで、まあ、そういうふうな形の、まあ、僕の感情的な部分とかもありまして、まあ応援したいという部分もあって、まあ、逆転の報徳の話もありますよと。実際その昔東邦さんと育英高校が甲子園で、試合をされた時、その栗山選手はプロ行ってから2000本安打達成してるんですよ。だからもう迷宮会入りなんですね。だからその当時から、まあ、もともと僕は野球部だったっていうこともありまして、まあ、その後プロ行く方たちとか、プロ行ってから、世界ナンバーワンになるんだっていうような人たちと会ってきましたし、私も、ギネス記録を、打ち立てたりだとか、飲食業ですけども、あとは、関西ナンバーワンの売り上げの、レストランで働いていたりだとか、まあ、大阪ヒルトンの王朝という中華のレストランのことなんですけども、まあ、その後の業種とかも見たら、東洋の小売業では日本一だとか、まあ、その仕事自体も子供の頃から関わっていて、僕提案の、発想で出来上がった会社の可能性がかなり高いんですよ。で、まあ、これはしっかり調べてみなかったら、まあ、もしかしたら、基本的にまあ関東の方が人口多いですから、関東の方が先に始まった可能性もあるかもしれないんですけども、やっぱり現場でも他の業者さんとかも集まった、もう何百人も集まった、決起集会の時とかでも、周和さんが一番最初に始めた仕事だって聞いてますっていうことで話し取ってるんですよ。で、大阪堺の発祥の仕事だったんですけども、今は、昔みたいな、一缶という790円とかそういう値段じゃありませんから、まあ、販売数量もだいぶ、お客さんの数とかも減ったりしてるんですけども、まあ、そういうふうに、こう、何かと、まあ、スポーツの勝ち負けも、仕事を降りてから、やっぱり時間ができてからじゃなかったら、なかなか取り組めない部分とかもありまして。で、
まあいろんな人たちを世界ナンバーワンとかにしてきましたし、ワールドベースボールクラシックもそうですし、大谷翔平選手に二刀流を進めたのも私ですし、それは日本プロ野球界で全員で、しっかりと、サポートして、両方成功させましょうと。野球の世界ってその現実の世界とかもスポーツのその勝ち負けの世界も現実の他の業種とかも全部同じなんですよ。仕事場でやっぱり仕事集中してる人間の方が結果出しますし、あと未来からの時間軸で、例えば阪神タイガースの1985年初めて日本一になった時の年なんですけども、ペナントレース中、読売ジャイアンツとの試合でバックスクリーンに3連発ホームラン打ってるんですけども、まあ大体まあバックスクリーン その両サイドの客席も含めてなんですけども、まあ、バックスクリーンへ3連発ホームラン打ってるんですけども、岡田、今の監督されてる岡田さんだけ未来からの時間軸の声だと思うんですけども、僕の声に関して頭の中をお渡しいたしますっていう声に対して、岡田さんはちゃんと自分の言葉を出して会うって言ってるんですよ。その動画も今日の日付や昨日の日付じゃなかったと思うんですけど、もう少し前の日付のところ、ホームページ淡井圭介の履歴から、その動画にアクセスできるようにしてるんですけども、飛距離一番出てるんですよ。これプロ野球の世界でも、やっぱり会うって言った方が効力発揮しやすくて、で、それはバットを振り始める前に、相手ピッチャーが投げる前に、会うって言っておかなきゃならないんですよ。未来からの時間軸から声が聞こえてきたらですよ。聞こえてきてもないのに会うとか言っても、やっぱり多分それは効力はなかなかないとは思うんですけども、だから心が落ち着いてると思うんですよ、バッターボックスの中で。だから的確に人間の心を大事にしてる部分とか、だからそういうようなところで、会うっておっしゃってるんですね。で、その3打席、まあ 3者連続バックスクリーンのホームラン、ランディ・バースさん、その後三冠王を取る人なんですけども、バースさんと、掛布さんと岡田さんという打順になったんですけども、その時バースさんって打率1割台だったんですよ。でもそこから、まあ、もちろん急に他国へ来た時に相手ピッチャーがどういう風なボールを投げるとか、もう何回も自分が対戦してこうメモしていって、まあ、ランディ・バーンスさんも自分でノート広げて、ちゃんとメモしてるんですよ。で、特徴を調べて、で、そういう投手と対戦する時に、そのノートを開いてね、多分各チーム別に分けてたと思います。で、ノート開きやすいようにしていて、で、しっかりと頭の中整えて、どう対応するのかっていうのを決めて。だからそういうところがすごく大事だと思うんですよ。高校野球の試合でも、チーム全員で一丸となって試合を行う。それがまあ昨年阪神タイガースを、まあ私の方で、試合を取り行って、もちろん僕一人の力じゃありませんけども、コツコツ地道にチームを作っていってたんですよ。足の速い 1,2 番が必要だっていうことで、近本中野選手をドラフトで取ってもらいましたし、で、大山選手に関してもアマチュアの日本代表の4番だったんですよ、もともと。で、もともと他のチームの人たちとかでもアマチュアの日本代表の4番打者の人で成功した人はすごく数多いんですよ。そこに外れはまずないんですよ。その年は、ピッチャーがすごく豊作と言われていまして、高校生、大学生含めてなんですけども、150キロ以上のボールを、投げる人たちがたくさんいらっしゃいまして、そちらの方で、複数の球団が、獲得に置かれてまして、で、阪神タイガースは、大山選手を、しっかりと獲得できたと。まあ、佐藤輝明選手の場合は未来の時間軸からの情報で、場外ホームランをプロで打ってると。
そういう情報が入ってきてるんですよね。佐藤輝明選手は三河という、まあ、地域というか高校名称といいましょうか、そういう学校で甲子園確か出場したことなかったと思うんですよ。だからまあ必ずしもあの甲子園出場したからといってプロのドラフトにかかるかというと、その未来からの情報とかもありますから、それも分からないんですけども、ただし高校生としてその高校野球の甲子園に出るのってやっぱりチームの仲が良かったらみんなともっと長い間野球がしたかったとか、そういう部分だと思うんですよ。そこを大事にした方がいいと思うんですよ。自分が生まれてきた人生の中で、絶対高校生活のその部活動の時も良い時間を過ごした方がいいじゃないですか。それってみんなとの輪だったりするわけじゃないですか。そこで悔いを残さないように最後まで諦めない姿勢、まあ特にそういうところが能登半島の、まあ、こう聞きに言いますと能登半島の人たちの被災された方たちにとって、大きな旗を押しにもなるでしょうし、まあ、まあ、オリンピックもありますから、どこまで私が全力を尽くせるかっていう部分もあるかとは思うんですけども、ペナントレースも今年は横浜 DeNA さんを優勝させ上げなきゃならないですし、ホームページ淡井圭介の履歴の100番台のところを見てもらったら分かるかと思うんですけども、今までどこの球団がどれぐらい優勝してきたとか、それも全部データで記載してるんですね。第二次世界大戦以降で、そこにはまあ電波云々での頭の中の受け渡し等もあって、もしかしたら昔は力の搾取だとか、むちゃくちゃな条件のルールとかを作って、買っていたんじゃないかという、まあ、部分とかもありまして、まあ、そういうことも、記載していて、だからこそ、今年の春の選抜、報徳学園さん側で、まあ、勝ちに行ってたんですけども、まあ、前日から対戦相手のチームの方は、まだ、優勝経験がないって聞いてましたんで、もう正直なんとなくもう分かってきてたんですよ。僕の頭の中はしっかりと一流の人たちとか球団に頭の中を渡してるつもりでも行ってない時があるんですよ。これプロの試合の時とかでも。で、私は強く法の下に平等っていうものを唱えてまして、法律込みじゃないとそのスポーツの勝ち負けの取り組みで勝つのかなり難しいんですよ。法律を知っておかなければ。で、まあ、やっぱりと言いましょうか、相手チームが優勝されてるんですね。で、まあ、そこに関して、まあ、僕は悔しさはなかったし、試合中、ちゃんともうそこは正々堂々と、報徳学園側で、取り組んだんですけども、ちゃんと言葉のワードとかも報徳、選手名でね、誰それさんに頭の中をお渡しいたしますっていう言葉のワードを組み上げて頭の中いってる感覚とかあったんですよ。だけども結果的には、そういう風な形になって、まあ、それはそれでいいと思うんですよ。日本という国で見たら、それはそれで初めて優勝した高校の方たちは喜ばしいことじゃないですか。だからまあ今年は石川県の高校を、応援するつもりですし、優勝、そこまで目指そうと。まあ今年の春の選抜はそれ失敗してるんですね。だからまあかなり悔しい気持ちとかもあるんですけども、まあ、オリンピックもありながら、ペナントレースとかもしながらということで、ちょっとその試合数、尋常じゃないですよと、まあ、いうような形なんですが、まあ、そこ頑張ってチャレンジと、ただし、まあ、8月9日に関しては、もう私なりの、事情がありまして、それはイコール世界全体の、20億人の命がかかってくる話、NE の残存量問題の話ですね、まあ、そちらの方の、解決等
等や、結婚話等の解決等につながっていくと思いますので、まあ、8月9日、そのことをもうその日の絶対的なメインにして、動こうと思ってますので、もしその時に試合があったとしても、僕は自分のことを最優先させていただきますし、もう頭の中渡してる時って自分が能力すごく落ちるんですよ。渡す量が多ければ多いほど。あれ、さっき何かあれしようと思ってたけども、あれ何だったっけってなるんですよ。だから、記憶喪失状態が続いていく。だから方法によってはそのコンピューター、まあこれは自分から率先してる部分は違うんですけども、その、一方的にもし取られていた時が仕事中とかにあったんだとするのであれば、それは隠蔽だったんじゃないかと。そういうものも一部考えておかなければならないと。まあ、もともと第二次世界大戦、第一次世界大戦とか、まあ、ジオストーリーっていうのも私のホームページから見れるようにしています。それ見てもらった方が、第一次世界大戦、第二次世界大戦とか、一体何があって、何が引き金になって、そんなことが起きていたのかっていうことは本当によくわかります。ジオストーリーさんの動画は、すごくよくできてますんで、それはね、ホームページは YKS 教員で、昨日、5番から7番、その近辺のところにあったと思います。もうそれも無料でこういうもの見れて本当に得だなって思われると思いますよ。ぜひまあ、僕のホームページから見れますので、見ていただいたらいいんじゃないかなと思います。まあ体休めるときとか、その時に体休めるときとかにもこう勉強した方が、勉強ってこれ言葉に意味があるのと同じで、強いっていう字が入ってるんですよ、勉強って。勉強すればするほど頭の中が回復するでしょう。で、そういうことも、皆さん覚えてもらったら、率先して、その勉強が、まあ、苦になることがあるわけじゃないですか。勉強も部活もっていうような感覚。そうじゃないですよ。実は、勉強と体を鍛えたり、練習したりするのを同時並行に行った方が、すごく効率いいんですよ。そして強くなれるんですよ。多くのことを覚えれるんですよ。で、それを人に教えてあげることによって、人に教えてあげるっていうことは、相手が嫌がってたら別なんですけども、それってまあ、重要なことだったらね、それも社会人の世界で言うと、もう覚えなきゃダメよっていう話になるんですけども、人に教えるっていうことは基本的に良いことであって、まあ、聞いてみたら、見てよかった。まあ、ジオストーリーさんで言うと、まあ、見てよかったっていうことになると思いますし。うん。まあ、話だいぶ長くなりましたけども、まあ、日本中の高校生の方たちへ、今年の夏、悔いがないように、最後まで、頑張っていただけたらいいなと思ってます。それができたらもう、勝っても負けても、もうそこはもうしょうがないがありますから、参加された高校の人たちで、まあまあ高校の数によって、まあ2回戦から登場する高校とかありますけども、もう分かりやすく言いますと、もうそういう細かいところ抜きで言いますと、もう参加された高校1試合目で、そのうちの半分の高校、いなくなるんですから。分かりやすく言いますと。それぐらい確率の低い世界なんですよ。相手も全力尽くしてくるんです。自分も全力尽くしたんですよ。そしたらそこに、その先にあるのは、負けたとしても、すがすがしさなんですよ。これがなかったら、社会に出てから、もう昭和63年から人材派遣業法というものが出来上がって、いろんな勤務地たらい回しになったりだとか、まあ、ひどい賃金叩きに自分が合ってたんだなっていうのを、こういうふうなね、六法全書っていうものを購入してから、まあ、こちらは平成20年で、こちらは平成31年度版なんですけども、まあ、こちらは判例六法。まあ、高いですよ。六法全書ワンツーだけで1万円以上します。で、判例六法もそこそこの値段します。あとは、これプラス都政六法も絶対必要で。あとは、まあ、テレビのニュースとか難しい内容を見るんであれば、本当の真実を知るのであれば、現行法規や現代日本法規というところまで、まあ、図書館行ったらあります。まず、もう現行法規、現代日本法規なんで買うものを
買う人なんかいません。もう家なんか埋まっちゃいますから。まあ本当は六法全書3があれば全部収まるんですよ。あの文字細かくして現行法規、現代日本法規のほとんどの内容が六法全書1、2に入ってるんですよ。社会にとって必要なものを、まあ大体普通の人からしたらもうこれだけあったらもう十分でしょっていうような内容で、組み込まれていて、本当はね、あの日本の国会であの法律作って朝鮮半島に軽水炉の、あの輸出をするっていうことを、平成時代に決めてるんですよ。だから、まあ、日本も原発 の, あの作り方を海外の人たちから教わったものですから、あの海外の人たちからしたら次日本が朝鮮半島の人たちに原発の作り方を教えてあげてくださいよっていうことになるんですよ。だからそれであのその昔の件を持ち出してね、あの朝鮮半島にあの北朝鮮に原発の作り方なんか教えてしまったら核兵器を作るんじゃないかっていう話から始まって、テレビのニュースあんなことをずっと放送してたんですよ。で、あのテレビのニュースの放送の仕方も変で、ウクライナとロシアの戦争なんかもうあの一体何年前の話をしてるのかもう分からないぐらい、大昔の話だとは思うんですけども、あれね、ウクライナの選手の人がヘビー級で初めてあの4団体の統一チャンピオンになってるんですよ。日本があのいろんな意味で、まあ、台風消滅から発生数を抑え込んだりとか私軸で動いてるんですけども、軸としか言いようがないんですよ。他者がどういうふうな行動を私に対して行うかとか、そういうふうな部分とかの要素も非常に大きくて、それはもう決して、一人で世界を、回してるわけじゃなくて、相互関係っていうものが常にあるんですよ。だからそれは誰しもが同じであって、で日々そういうところを、まあ、悩みながら、だけどももうすでに確もう長年もうすごいもう悩んできた部分があって、もう確立したもうこれだっていうものがあるんですよ、僕の中で。だからそれが軸としてぶれない。だから何を教えてあげたらいいのかっていうのがもう絶対的に決まってくる。そこまでたどり着いたら そんなに、まあ、苦じゃなくなってきますよっていう部分とかもあります。だからまあ、あの僕のホームページとかいろいろ活用していただいたら、基本的にまあ親に許可をいただいてですね、まあ、18歳未満の方はあのそれでまあ僕の動画閲覧していただいたらいいんじゃないかなと思います。まあ、18歳以上のという形ですので、高校生の方でもあの、まあ、基本的に、まあ、高校3年生の間に18歳になるわけじゃないですか。だからそうなったら多分閲覧できるはずなんですね。で、まあ、あのスマートフォンを持ってる持ってないとかもちろんあると思いますし、まあ、そこはもうあの親とか知り合いとかに見せていただいて、まあ、無料で閲覧できますか。あの YouTube プレミアムとか入らなくていいですよ。それは加入すると、まあ、今もね、あの車で本を鳴らしてきたでしょ。僕が喋ってる内容に反応してああいう風に茶化してくる連中が存在するんですよ。もう僕のこの住んでる環境ってものすごく大変な環境で、有名人になるイコール幸せじゃないっていうことは最初から覚えておいてください。それよりも結婚です。そして幸せな家庭とはどういうものなのかっていうのを向き合って、タバコ吸うような人間になっちゃダメだなと、お酒を飲むような人間になっちゃダメだなと、進めてくる上司に対してどううまく交わしていこうかだとか、家族に嫌われますから、家の中でタバコ吸ってたら臭いですし、お酒もそうですけども、そこまであのみんななかなか世の中稼げないんですよ。その年金一月15万円の話しましたけども、それ掛け金だけ2000万円かけてなかったら到達しないんですよ。じゃあ家買って家のローン返済しながら生活費もあって、でその都合よくみんながみんなボーナスもらえるわけじゃないんですよ。あの就職氷河期って呼ばれてた頃なんで、大卒の人でねそれなりの会社に入っても年間2ヶ月分のボーナスしかもらえなかったりとか、かたやプレイステーションを作ってるソニーさんなんて、あのプレイステーションを例えば新しく3だとか4だとか発売した時に、その新しいものを出した瞬間ある程度の期間すごく売れるわけじゃないですか。プレイステーション5もそうでしたけども、そしたらボーナス
7ヶ月分ぐらい出たりするんですよ。1年間ってですよ。だからそれは2期に分かれていて、1回のボーナスで、まあ3ヶ月分ちょっと月給の。それってものすごく大きいんですよ。あとはまあ会社に住居手当とか扶養手当がついているかどうかとか、まあそういうふうなところ、給与の算定表とかも僕のホームページに載せてますので、まあ、拡大してもらったりして、こう指でこう広げてもらったら拡大できますので、あとはまあ一応見えやすいように文字化して打ち込んだりとかもしてますので、まあ、そういうことを知ってもらったら、まあ、歩合とか出来高の世界に行くと、とんでもない目に遭うなと。で、終身雇用に関する法律とかもあるんですけども、5年間同じところで働いていたら、終身雇用の契約は結べるとかいろいろあるんですけども、ほとんどの会社は、30年以上持たないんですよ。だから、必ずしも契約書が手に入ったからどうこうとかじゃなくて、もう世の中自体が、売上、売ってる販売価格の値段がある程度決まっていて、競争相手がいて、その中で、約50年間も少子化が続いていて、もう生まれてきている人の数が、僕が生まれた1977年と比べますと、生まれてきている男性と女性の数がもう半分ぐらいになってるんですよ。もう大体それぐらいだと思ってもらったらいいです。で、そういう中でも企業合併を繰り返していくしかないんですよ。人数も減ってますから、それはそれで、まあ、そんなに、無茶な話っていうわけでもないんですね。で、あとは、できるだけエネルギーの残存量問題で、重機を使わずに、人間が動いて、河川の底をコンクリート化だったり、石運んだりだとか、余計な石だとか、それで、ダムを作って、河川水門解析ダム発電等で、多くの電力を得られる社会を作っていったりだとか、まあそういうことも僕のホームページに載ってますので、見てもらったら、勉強になると思います。YouTube 一覧を、いちいち一旦停止を押していただいて、メモしてもらったらいいです。ワードを、言葉を、どの行の言葉を言ってるのかなと、それなかったら探しようないじゃないですか。YouTube 一覧表、自然再生可能な河川水門解析ダム発電、まあその後、地下水流ストレートトンネル回転扉式発電って記載してるんですけども、まあいろんなことを僕の、ホームページに載せてますので、その辺の、テレビ番組見てるぐらいだったらそれ見ておいた方が本当に社会のことがよくわかります。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。悔いのない高校野球の生活と、それが終わった時に向けて社会人としての準備を、閲覧していただいて、知っていただけたらなと思います。今ご覧になられている高校生の方たちが、社会の中核を担う、40代ぐらいになった時に、本当は総理大臣ってもう大体50歳ぐらいでなるものなんですよ。今すごく高齢化が進んでしまってますけど、他の国の大統領とかもそうですよ。まあ国によっていろいろ諸事情があって、まあ北朝鮮の金正恩さんも20代ぐらいだったと思うんですけども、トップになられた時は。で、能登半島の地震に関してもちゃんと慰問の意を表して、ちゃんと自分の顔写真と印を押したもので、ちゃんと文言を送ってきてくれてるんですよ。だからその辺のところで、まあテレビのニュースをあんまり信用しないで、青江さんのそのどのニュースについてどう言ってるこう言ってるっていうのを先に見といた方がいいと。だから学校の教科書はものすごく財産になりますから、ずっと持っておいた方がいいです。世界地図に関してもそうですし、歴史についてだとか、学校の教科書は本当に財産になります。行政が作ってきたものですから、一番本当の話に近いんですよ。ただし行政も全て本当のことを発表してるわけじゃないんですよ。人口の話もそうですけども、1億人ちょっとの、人口1億2000万人の話っていうものは、満州国と朝鮮半島、つまり北朝鮮と今の韓国と日本と台湾を併合していた時期の頃の人口で、2050年の頃には
その地域一帯での人口がもう7000数百万人になってしまいますよと。もう少子化は50年近く続いてきましたから、これが今の現代社会でありまして、簡単に店なんか出したら、いろんな企業のね、あの最低賃金を上げるために、あのまあ支援金というか補助金というか、まあ、最大600万円出しますとか、それとは別に雇用助成金とかあったりするから、なんとかなるんじゃないかと思って店出しちゃう人多いんですよ。もうそれするから次から次へと店ができては潰れて、できては潰れてをずっと繰り返してるんです。こっちです、農業です。農業もちゃんと雇ってもらえたりだとか支援金もらえたりするんですよ。日本は大量の小麦とかを輸入させていただいてますから、するんならもうこちらの方が手堅いんですよ。若いうちからこれしておいてはよかったんだって。 できるだけ、まあこれは、まあ、農政委員会の人たちの今の行政の意見はちょっと違うんですけども、トラクターを使って一気に広大な面積を耕すっていうような考え方の人たちが多いんですけども、エネルギーの残存量問題、石油はいずれ尽きるものですから、本当はクワの方で耕すと。昔の人たちはみんなそれできてましたから、普通に考えたら分かると思うんですけども、トラクターってそんなに深く掘ってないじゃないですか。よく見たらあまり深く掘ってないんですよ。まあ、我々からしたら、その体鍛えてる人間からしたら、1時間で正直10メートルかける10メートルぐらい耕せるでしょ。簡単なんですよ。まあどうせ体鍛えるんだったらとか、ちゃんとある程度筋肉ついたね、引き締まった体を維持したいだとか、そういうことが、そういう方向でしたもん。この方向にしたらいいんですよ。まあ本当はそういう人たち、トラクターを使わないで、こうね、コアで頑張って耕してくれてる人、まあそれは面積とかにもよるんでしょうけども、その面積が広ければ広いほど、もうこれだけ政府はお金支援金出しますよと。そういうような世界でいいんですよ。それが正解なんです。世界中でそうしなければならないの状況なんですよ、今の状況は。でガソリン車の生産もストップして、もう車作りすぎて日本中でもう1万台ぐらいか1万台以上不法投棄されてますから、もう僕は河川の撮影行った時の映像見たらびっくりします。本当にいっぱい出てきますから。中古車センターが潰れて倒産したものですから、もうお金ないから自分たちで廃棄処理とかする力がないから、そのままほったらかしになってしまうんですよ。で行政もそれを管理不足で、ほったらかしになってしまうと、こういう悪循環が発生してるんですよ。だ一般人でガッツある人間が、誰かがそれを発見して自分で歩いて探して、で政府に動いてもらうしかないと。プラス今はメーカーなんですよ。もう長い間円安続いてきましたから、トヨタさんなんて純利益だけで年間1兆円を軽く超えたりしてたんですよ。ここ数年間、純利益っていうものはもともと経済の話で言うと営業利益、経常利益、純利益という順番なんですけども、その辺のところも詳しいことは、経済関係の欄、まあ上の方の欄に目次っていうものがありますので、目次と淡井圭介の動向みたいな電話先がとか、そこもサイバー攻撃かけられてちょっと文字変えられたりとかしますけども、ところどころでサイバー攻撃をこう思って、まあ人間が知る部分もあるんじゃないかなと思うんですけども、 AI だけじゃなくて、世界のルールは法律ですから、サイバー攻撃をしなんてしたら、電子書類の改ざんですから、刑法でもあるんですよ。捕まります。文章ちょっと変でも、青江さん、サイバー攻撃受けて大変だなと、まあ、そういうような形で見てもらえたら、まあいいと思います。それでは、長い間ご清聴ありがとうございました。まあ、親の方含めて、チャンネル登録とか、着信通知の設定とか、で、自分の身の回りの方に、本当に青江さんの動画見た方がいいよと。あの人、本当に社会全体のことをすごくよく知ってると。本当に世界中の政府上層部にあの人、名前知れ渡ってるからと。アナウンサーの人も、いろんな嘘を今まで読まされてるから、もう自分でもどれがどれが何なのかよく分かんなくなってまして、国会議員の人が名前書いて、本当はダメですよ。法的に公務員の人とか服務の先生とかをしてますから、法律全部守りますっていうことで公務員してるんですよ。
だから偽名なんか絶対使っちゃダメだし、一般人も偽名なんか使ったらそれ詐称罪なんですよ、詐欺罪で、裁判所を通してよっぽどの理由があれば名前を変えたりすることができます。だけどもそれはまずほとんどありません。もう 今まで何回も裁判所行ってますから、その時ついでに今日どんな法廷があるのかなと、どういうふうな裁判があるのかなとこう見たりとかするんですけども、まずないですから。名前を変えるような裁判見たことなかったかもしれないです僕。いや本当に名前を変えてしまったら友達とか人間関係みんなシャットアウトされますよ。その名前の人知りませんよってなっちゃいますから、何でも顔合わさなかったら社会出てから、まあ、友達に連絡がつかなくなったりだとか、本当にそうなります、まあ、絶対名前なんか書いちゃダメ。本当に結婚したりして入籍したりとかそういう時だけです。その時はもうおめでとうの世界ですよ。まあ、社会に出てからそんなに、まあ、みんながみんな稼げる世界じゃもうだいぶ前からないっていうことをさえ分かっていれば、もう今ね、昔は離婚する世帯の数が7世帯に1世帯だったんですよ。それが今6世帯に1世帯なんですよ。率がさらに上がってしまってるんですよ、離婚される人の率が。でそこには、まあ、金銭関係とかで働きに行かなあかんやんとか、こう子供に言われたりだとか、お父さんとしても働き先はもうなかったりするんですよ。だからそれで家族に責められたりとかして、そこで夫婦関係でね喧嘩になったりだとか、働いてないあんたが悪いだとか、働いてないじゃあお前が働きに行けだとか、まあ、そういうような形で喧嘩になったりとかして、必ずしもその浮気動向だけでその離婚してるわけじゃなくて、社会のことを勘違いしてるんですよ。そんなにもうみんなあんまり稼げないんですよ。で公務員になったらなったら責任持たなきゃならないから、ある程度のことで、まあ、公務員一時的に辞めさせられて、民間の方に行かされたりだとかあるんですよ本当に。で、まあ法廷にね立たされたりだとか、それも国会議員の人たちの世界では多々ある話ですよ。だからその辺のところも女子党か何か、48か何か、なんかちょっと変な名前の、党の人たちも訴えられて、NHK 党っていう党もあったんですけども、N 党、略して N 党っていうところも、そこも、その人たちも訴えられてるんですよ。で、まあ、いろいろ差し押さえられたりだとか。だからそれ泣きながら、まあ、自分たちもこうこうこうだったんですよっていうことを言ってますけども、社会って甘くないんですよ。だからそういうことを知っていれば、そのお金のこととか事業の失敗とか、そこは努力はあったわけだから、それでも失敗はもうみんな許してあげなきゃならないじゃないかっていう感覚、それは裁判所とか許しちゃダメですよ。社会のルール何にもなくなっちゃいますから。だからそうじゃなくて、それ理由でね、離婚とかもう生活保護っていう制度があるんですよ。それはもう厳しい生活を強いられますけども、金銭的に余裕なくなりますよね。なくなりますけども、とりあえず生きていくことはできますから。だから生活保護もあるから、そんなにお互い苦しめるようなこと言わないで仲良く家族生活したらいいじゃないかと。まあ今時インターネットでいろいろなものを見れますから、まあ時間あるんだったらそういうものを見てね、まあ、楽しむ時間っていうものを増やしていただいたり、社会出てからいろいろ仕事なくなったりした時に、その辺も悩まなくて、ハローワーク行ったりとかして、登録しておいて、で、連絡来たら、あ、仕事が来たなと、まあ、これで働き口があるわというような形で、働きに行くと、まあ、それぐらいの感覚でいていただいたらいいと思います。これはまあ、社会に出てからの、心構えです。まあ余計なストレスをためなくて、まあ人生、自分がまあ思ってたような世界じゃなかったっていうのが社会出てから、これがもうみんな行き着く世界であって。だからまあその時に、時間ができた時に、まあお金はあんまりないけども、これで時間がたっぷりあるから、自分が好きだった野球とか、その自分が大人になってからのその甲子園の高校野球とか、ああ、これたっぷり見れるわと。
どっちがどこかわからないなぐらいの感覚を、まあ、ある程度込みで持ってもらった方がね、いいと思いますよ。生活保護は生活保護で、働きに行った時に、まあ、あの短時間枠の仕事しかなかなかないんですよ。だからまとまった賃金とかにならないですから、生活保護を受けながら働きに行くしかないとか、そういうふうな形になってくるんですけども、とりあえず1万5000稼いだら、1万5000円手元に残るんですよ。生活保護費プラス。だからまあ、それが、うまい仕組みで、まあ一応労働意欲をなくさないように、それで調整してるんですよ。周り見てもらったら分かる通り、働くところと家の件数どちらが多いか、もう見た目ではっきり分かるじゃないですか。働くところなんかもともとあんまりないんですよ。で、自動化も進みましたし、もう進んだ後なんですよ。ということです。これ見ていただいたら、まあ、親の方も、あ、世の中そういうことだったのかということで、まあ、気軽に、まあ、生活保護を受けていただいたりだとか、まあ、まあ、自分で、自分の人生を、まあ、ある程度コントロールできたら、もうそれでよしということで、生きていっていただいたら、良いと思います。正直もう、店出されて、倒産されて、破産法、裁判所で破産法とか通された方が、厄介なんですよ。使われてるお金、政府の税金とかも多いですし、それと、エネルギーをたくさん使ってしまうんですよ。建築するのにエネルギーを使っても、ガソリンとかを使ってるわけで、で、解体するのにもガソリンとかを消費すると、運搬とかだけじゃなくて、解体時も重機とか動かしたりとかするわけじゃないですか。だから、下手にもう店なんかも、今はもう店を出す必要も一切ないんです。パチンコ業界もずーっと縮小してるんです。もうあのものもともといらないと思ってるんですよ、僕は。ということで、皆さん、悔いのない野球人生を送ってください。以上です。